いきなりオープニングからマザーレスチルドレン、ちょっとギターを今から変えますんで、皆さん今日本当にたくさん集まっていただきましてありがとうございました。次はドゥービーブラザーズの曲を2曲続けていきたいと思います。なんでか、チャイナグローブと、ジーザスジャスオールライト続けてまいりますんで、皆さん手拍子、足拍子、股拍子よろしく。
公開になります。Wonderful tonight. Thank you.
Thank you. テストです。しっくりしたところで次はにぎやかに、シャッフルでメンバー紹介やっていきたいと思います。 T ボーシャッフル。
でした。一番若い彼が26歳で、38歳が2人おります。平均年齢約 33.6 歳かな。ご愛嬌です。次はダークハードケージャンウーマンといって、ドゥービーブラザーズの素敵な曲になります。じっくり聴いてください。次の曲は、また次々、どんどんいきますけど、多少レゲエの味付けで愛車と一緒です。I'm not afraid to die.
英語の曲ばっかりやってきましたけど今から3曲、日本語の曲をやっていきたいと思いますけど、プレゼントのある方は今受け付けますけど、宮本さん、花束着てるんじゃないですか。うちのキーボードの、あのジェイソンが13日の金曜日からやってきました。宮本さんですけど、おわざとらしいよな。宮本さん、ファンが。おじさん、もう一踏ん張りですから。ジェイソン・ミヤブ、ありがとうございました。もうないですか。次は、うちのオリジナル子供の頃って曲を、お聞かせします。ゆうくんが歌いますので、すごく、いい曲ですけど、I'm not afraid to die.
ステージネームは、仕事の都合上マンキーファンキー田崎、黒猫山戸セイレイという名前なんですけどね、名前通りに、本気トンクウーマン風にやってもらいました。子供の頃でした。次はまたうちのオリジナルで、エンプティシティという曲です。神髄エンプティシティです。次はまたゆっくり、ちょっとバラードをお届けしますけど、その前になんでうちがロックホッパーという名前だと言いますと、今時ロックが頭につくバンドとかないですよね。以前はロックロッカーズとかあったんですけど、これは話が8年ぐらい前に遡りますけど、サントリー の, ペンギンのビールができた頃に結成したということで、ただそれだけで、ペンギンじゃちょっとあんまりらしいですね。動物園に行ったら岩飛びペンギンっていうのがいるんですけど、それ の, 英語名がロックホッパーっていうんです。それでロックホッパーということで、
アメリカンロックとかそういう意味のロックではありませんので、では次の曲はスポットライト。それはスポットライトではないということをお聞かせします。すいません、打ち合わせがよく行ってなかったです。
よいよ最後の曲になりましたけど、本当はあの今の曲で終わってアンコールもらおうかなちょっと考えたんですけどね。どうもこの分だと無理なみたいだから最後のプログラムに組み込みたいと思います。 Listen to the music、皆さん一緒に歌ってください。 Listen to the music です。あのコーラスがありますからそこ一緒に、ちょっと練習しようか、ゆうくん練習Listen to the music で。これかなりきついですから血管が切れます。これあの3度ずつ、3回ですかね、いきますから、あ皆さんご一緒にお願いします。ちょうど10時になる、あと2分。終わりです。ありがとう。